いや私まだ気持ちが出来上がってないんでできませんっていうのは簡単なのよ。それ大学生活でこの大学にはその設備がないんでできません、僕今お金がないんでできません、僕まだ英語が喋れないんでできませんとかできない理由言い始めて、これもう簡単に全部を断られるけど、その環境に合わせて自分の一発の最高のものを持ってくるっていう努力をこの大学生活でしとくの。環境に合わせる能力ってすごく大事で、例えば僕が今ここで先に述べたように、せっかくこの環境を鷲北先生がいろんな努力をして頭を下げて僕らを、どうにかこの時間で来てくれないかってみんなのために用意してくれてるこの環境を利用しない手はないってこと。これは本当だったらこの時間違うことしたいのになじゃなく、もう何かの運命で僕と出会ったわけですから、僕は広島県尾道市っていう片田舎で生まれて44歳のおっちゃんになってみんなとこうして出会えたんであれば、何かしら盗んで帰ろう、この環境を利用しようっていう脳にシフトチェンジする大学生活であれば、おそらく社会に出た時もなんか嫌だなとかと思った。例えば最近だったらね、みんながそうどうかわかんないけど、まあ今の若い子たちは飲み会とか忘年会とか上司のあれ誘いに行ってきたら行きたくないなっていう子が多いとかっていうヤフーニュースとかが本当かどうかは知らないけど、もしそうだとしたら、でもせっかく誘われたんだ、行ってみるってこと、行ってみて嫌ならやめない、一回も行動せず判断だけの想像だけでできない理由、嫌な理由を先に言って行動を起こさないと何にも変わらないから、まずはアクションを起こしてみる。でその環境に合わせるっていうのをこの大学生活でやってみる、要は行動だね、はい、ということをね、ぜひやってみてくださいっていうお話でございました。ハマテレビチャンネル登録よろしくね。